こんにちは、秋里由香です。私は会社に勤めたことがないので、人事のお仕事を詳しくは分からないので、原田さん、そこのところ詳しくよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日は経営は7割人事、3割財務、もう繰り返してるわけですけど、人事っていうのはどういう政策をやるんだ、人の取り方は、給与制度のあるべき姿、後継者育成、こういった制度の話というのはテーマごとに今までいくつか挙げてきたと思うんですが、人事部という部隊の人事に携わる人材はどういう能力が必要か、こういうことを議論する場というのはなかなかないんですよ。で、私の長い経験で人事部の力を上げていくためにはどういう人材が必要か、こういう視点でいくつかお話したいと思います。まあ、最初にですね、人事は何やるかってことですけど、まず採用でしょ、それから教育、後継者育成、給与制度、組織づくり、制度設計、社員のモチベーション、表彰、福利厚生、多岐に及ぶんです。これを事務職としてやる組織ってのはいくらでもあるんですね。で、こういう制度設計も人事コンサルティングに聞くと、うちの会社に合うかどうか関係なく等級制度、評価制度、こんなものも売りつけてくるわけですよ。それはまあ無駄かどうかっていう議論はいろいろあるかと思いますが、それだけじゃないと思います。やっぱり人事、文字通り人のことを携わるわけですよ。ということは原理原則ですね、人を見る力、人の心を理解する力、人の心をよく理解して対応する、この能力がないと失敗すると思います。やはり人との関わり、人生経験、それが豊富になりますと、何をやったら社員の心がどう動くか、これをきちっと見極める力、予見する力、そして自分の振る舞いを、会社の振る舞いを考える力、これ非常に大事なポイントだと思います。それから採用に関してはですね、会社を代表して外に向かって採用活動するわけです。採用活動するというのは会社を売らなきゃいけないんです。新卒を採用する、どうやって採用するんですか、リクナビ、マイナビ、百社エントリー、その事務処理、これじゃダメです。大企業にみんな殺到するわけですから、どうやって取るか、会社を売らなきゃいけないです。会社を代表して会社の素晴らしさ、将来像、こういったものを語る力、これ大事ですね。たまたまですが、昨日経営塾の中に私の長崎県佐世保市の同郷で私の高校の2年後輩、その人の母親と私の母親が、まあ、2人とも他界してますけど、若い頃大親友だったんですね。そこのお嬢さんは私が生まれた時からずっとお世話になった有名な写真館のオーナーのところに嫁いでいってるんです。そこの高校の2年後輩が私の経営塾にひょっこり参加してまして、自動車学校は車用産業、そして観光事業に進出したわけですね。バス、観光バス、ところでコロナで大ショックを受けてるわけです。そういう厳しい中で人材不足、これもとんでもない厳しい環境ですね。そこの社長がですね、こんなこと言いましたよ。なんとなくうちの娘が LINE でいろんなコミュニティを、ネットワークを作る、そしてホームページに社員が就業時間中に YouTube 見てる、 LINE やってる、その姿を上げたらいっぱい人が来たってんです。その会社っていうのは本当に自由な若い人に向く職場環境というイメージを持ったってんですよ。そういう目的を持ってそういう動画をアップしたんじゃないけども、たまたまそういう若い人の心にヒットしたってわけですね。どんな会社かっていうことを若者はよく見ながら会社を選択する。古い会社っていうとなんか年功序列かいみたいに思われるかもしれない。一人一人が活躍できる会社である、これをどう伝えるかって非常に大事なポイントです。したがって人事スタッフはコミュニケーション能力がないとダメです。同時にコミュニケーションする内容、これはビジネスをよく繰り返しとかないとダメです。現場の人事、人の査定、こういったことをやるにもですね、ビジネスをちゃんと理解して現場が抱えている課題をきちっと把握する、そこの管理職の課題もよく理解する、社員の心もよく理解する、これが非常に大事な人事に求められる能力です。ということで、いきなり学校出て人事に配属されてずっと人事畑、これは昔の人事スタッフであって、今は現場も経験する、営業も経験する、昔は組合も経験させる、これで多面的な見方ができるようになって人事に配属っていうのがあったんですね。強い人事というのはビジネスを知る、
人の心を知る、そして社内外のスポークスマン、これが原則だと思います。以上です。何か質問ありますか？はい、はい、人事ってその会社の組織を作る重要な部署だと思うんですけど、うん、どんな経験をしたらその人事になれるんですか？やっぱりね、先ほど言ったように現場ね、笑顔で言うとコールセンター社員は結構多いです。それからサプライチェーン、マーケティング、いろいろあります。こういった部署をまんべんなく経験していると非常にビジネスの理解力、人の心の理解力ができると。ということは30過ぎぐらいまで人事以外の経験をしないとなかなか難しいかもしれないと思います。どんなに能力があってもすぐには人事部にはいけないっていうことですか？そこいきなり行ったら事務職になっちゃうね。なるほどね。事務職スタッフがほとんどですよ、日本の企業の人事は。例えばね、グローバル企業の人事ってのはどうやるかっていうと、いろんな会議に参加してじーっと見てます。ビジネスの理解力が非常に高いです。例えば私が社長でマクドナルド経営会議やります。アメリカ本社の人事の責任者が来ます。黙ってオブザーブしてます。終わります。終わったら私のとこ来て、彼はこうだ、彼はこういうとこが強い、弱い、原田お前はあの時はこういうふうにやった方がもっとうまくいくぞ、めっちゃアドバイスしますよ。これぐらいやっぱりね、この物事を見る力、これは素晴らしい。グローバル企業の人事はね、日本企業はね、人事権振りかざして事例を出す、こういったね権威主義みたいな人事が多いですね。じゃあやっぱり人事って、はい、社員さんに嫌われるんですかね？昔の日本型人事は社員に嫌われる。先ほど言ったグローバルの本当に社員の心を分かってるっていうのは社員にとっては非常に頼りがいのある心の拠り所。うーん、これが素晴らしい人事です、はい、社員に嫌われる、怖いと思われる、これはもう失格だな、うん、ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。